よし、じゃあやっていきましょう。2日目。ムクロガイに来て、ハンペータ、HPT が一番奥におるから、会いに行こうっていうとこやな。おおほっかむり3兄弟すげえ。うわいてこますぞって言うてるわ。おお、なんや、え、大砲や。いや大砲じゃないぞこれ。え、大砲やな。なんか怪しいな。怪しい。バッティングセンターみたいなことかな。なんやろこれ。なんやなんや、急に。そうだよ。頭がすごい。モコモコしとる。ちょんまげの先端もモコモコしとる。ちょんまげのあのくくってる部分を切ってみたいな。くくってる部分の中はもうモフモフしてるか調べたいな。僕はからくりを研究しているしんべヱ。でもいろいろからくりを作ってきたけど、今回はとんでもないものを作ってしまった。え、あなたの心です。なんや、はあ、侍の力を鍛えるためのからくり。ほう。そうだよ。そうだよ。セガのロボピッチャーみたいに見えるけどな。耐えられるかもしれない。いや、その名も大砲玉さばき。おお、いや、やってみればわかるってやばない？危険すぎるとか言うてるし。遊び方をちゃんと説明しろ。対岸から飛んでくる大砲の弾を持ってる武器で破壊してください。大砲の弾は200点、くす玉は400点。スコアが一定値に達すると銅銀金と評価が上がっていきます。はい。剣山のあのスイカ割りのミニゲームみたいなもんやな多分。やろう。バカタールさんがスイカ投げてくるやつ。え？え？お前がやってくれ言うたんやろ。驚くなよ。やるよ。近くで切る。左の。ちょっと待って、わからん。よっ。あー、わからん。タイミングむずい。今。おっしゃ。今。あー、かすってるか。今。あ、くす玉か。うわー、カーブ、すごい技術。あー、むずいな今。あー、遅い、下手。ここ、くす玉。おっしゃ。どうかどうか、これどう。初級、あ、銀か。うわ、よかった。とりあえず、音楽がかっこええ。素晴らしい。おお、お前のコントロールもえぐい。実験って。
向かい合うことで刀や銃にはないものを感じ取れた気がするな。ポジティブやね。あ、やった。大筒心得。よし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 。銃を使った鍛錬も用意してる。実験っていう言い方やめてほしいねんな。やるやる。でもあ、こっちが銃を使うってことか。やるやろ。金以上で次の難易度。なるほどね。行くぞ。え、どういうこと。ああ、こういうことか。おおいしょ。お、あ、こっちの方が簡単。あ、あ、気持ちいい。気持ちいい、気持ちいい。これは気持ちいいな。銃持って、銃持ったの最近ですよね、桐生さん。鉄くずって。いや、それはいっぱい出たやろうけど。この一連の流れで鉄くずはいっぱい出たやろうけど。ちょっと単銃がやりやすいから、できるとこまでやろう。俺が撃ち落とさんかったらその辺のほっかむりのやつに直撃するよな、あれ。行くぞ。よしよしよし。あー、むずい。気持ちいい。あー、惜しい。あー、むずい。ほい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 。あー、金届かず。これあー、これ一生やってまうやつや。あー、これあかんわ。いや、歯車も多分出たんやろうけど、これあかんな。やばいな。ちょっと一等、一等しよう。一等。え、ムクロガイってテーマパークやん。行くぞ。よしよし。あれ、今のカステル？いや、鉄板？あ、OK やな。200点が成功やな。よしよしよし。もう、砲弾切りの方は大体覚えた。おい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 、グッド。なかなか面白いゲーム。はい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 。素晴らしい。よし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 。おほ、それ砲弾磨いてたやつやろ、多分。よしよし、やっていこう。ふう、やばいな。始まるなりこんなミニゲームに。よっ。あ、
よっ。多分ボタン押す瞬間に黄色く光るんよな、今ですよっていう時。まあそれを見てから押してたら遅いけど。あー惜しいな。あ早い。うわ危ないって。よいしょ。よいしょ。くす玉は逃さず。ああ遅い。よっ。楽しいなこれ。よっ。よっ。ああ。銀は行きたい。銀は行きたいよ。よいしょ。オッケー。よいしょ。お、聞いた。ギリギリ。よし。素晴らしい。お前がどんぐらいの感じでくす玉混ぜてくれるかのゲームや。玉鋼やった。上級できる上級。来た。よしよし。お、一等と単中両方金評価なら最上難易度を解放。うわー見たいな。行くぞ。よいしょ。なんぼでも来いや。うわむずいけど切る。よいしょ。あーくそ。よいしょ。クス玉逃さず。よいしょ。バッティングセンターの走りや。おい、よいしょ、ちょ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 、早い早い早い。よいしょ。よいしょ。くそ。あーくそ遅い。緩急、緩急やめろ。あ遅いって。くっくっそ、もうガタガタや。あ早い、早くすだま。あ遅い。くっそ、あかん。ちょっと誰か、うわー遅い。久しぶり。よいしょ。よいしょ。よう我慢した。我慢。あーかすっただけ。うわむず。はあ、これはむずい。なんでなんだ。いやお前が難しい球打つからや。ズバッとドカンとやってくれないと。ドカンは当たってる時やろ。おお。めちゃめちゃおもろいやん。うわやばいな。あやばいな、どうしようかな。やるしかないな。いきなりやけどこういうのにハマっちゃう人やからよろしく。球のその配球が、球って言うても出る。スピードとかが固定なんやったら何回かやればいけると思うけどな。ランダムやったらやばいよな。あっマジか。あかん、多分こっから早いのが2回くる。いや違うわ。あ違う。あやっぱランダムか、やばい。うわ
速いやつ。あ、やっぱ一緒か。うわ、分かってても切れんかった。固定か。あ、くそ。こっからどんどん遅くなっていくね。じゃあ、あ、嘘嘘嘘嘘、こっからこっから遅くなっていく。はい、はい。ああ、全然違う。あれあれ、よいしょ。おマジか、これが特別遅いやつだ。よし、銀は行きたいな。よし、よいしょ。あ、終わりか。あ、やばい、覚えられへん。なんでなんだ。くそ、腹立つな。砲弾みたいな頭しやがって。これめっちゃ楽しいわ。まあでも5回以内にはクリアしたいな。行くぞ。よし、よし、落ち着いて。あ、黙ってやるけど、黙ってやるけど勘弁してね。マジか。よし、いける。マジか、分かってんのにな。あ、分かってんのにな。ちょっと待って、ちょっと待って、中断させて、中断。よし、あの速い球を切れる感覚が覚えられんかったら、そもそも金なんか届かんよな。行くぞ。よし、やるで。オッケー。ある程度は固定やけど、向きはバラバラなんかな。この次が速いやつか。違うわ、この次か。これが速いやつや。マジか、この次も。よし、うわ、無理か、このペースじゃ無理かな。クス玉逃すのは痛いよな。うわ、早い。遅いやつにはだいぶ対応できるようになってきたけど。うわ、くそ、早いやつに対応できる。よしよしよし、でも早いやつだな。早いやつがくす玉やったりすんねんな。よし、おら、よいしょ。あー、くっそよし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 、まあ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 。小さな金塊すごい。オッケーオッケーオッケー、だんだん来てるよ。クス玉何点やったっけ。行くぞ。よし、500か。待って、
待って待って待って、嘘嘘嘘嘘嘘、毎回あいつこう川渡ってんねんな、これ嘘嘘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 よし、山なり、マジか、まあクス玉を逃さず、あーくそ、この次が早いやつやな、違う、この次や、よし、この次も、よいしょ、あー早い球2回の後の後のくす玉も早いんや、結構、あれあれ見逃し、あかん、あかんわ、これもあかんわ、覚えていかな、早い球2回の後の次のクスダウンも結構早い、よし、手に汗握ってきたぞ、よし、マジか、まあまあいいよ、うーん、まあまあいい、くす玉、くす玉を逃さんようにしよう、あれ下手、あ下手、前はここ練習しよう、ここ練習、ドンパ、あーうん、でこの次も早い、あかんな、場所で、場所でボタンを押すタイミングを覚えたいんだけどな。クス玉の次の次も早い。クス玉の次の次が早い。クス玉の次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 がまたクス玉早い。よし。覚えられへん。クス玉の、次の次。とその次の次キャプチャー画面を見てるから、まあラグは多少あるけど、まあそこまで、そこまで気になるほどでもないかな、よしよし、ミスってる、いけそうな気がする、前はこの次早い、この次も早い、でこの次も結構早い、クス玉、あくそ、でこの次の次が早い、これが早い、でこの次の次が早い、クス玉、これが早い、うわクス玉じゃない、これがクス玉か、あ違った、数を間違えとったんや、次の次の次やったわ、数が違った、え待って、早い球早い球の次のくす玉も結構早い、でその次の次早い、その次の次の次くす玉で早いか、よしよしよし、
水平であるほど速いか。くそ。よい。ああもう。はいはいはい、まだもう一発ゆっくりめで、次が早い、この次も早い。この次も結構早い。あかん、まあええわ。このこれが早いんやったっけ。で、次の次の次がくす玉。あ、やっぱそうやな。オッケーオッケー。お待たせしました。うそ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 う、初級じゃない初級じゃない、嘘嘘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 嘘、行かない。帰ってきてアフロ。お待たせしました。はい、失敗してる失敗してる。まあまあまあいいよ、ゆっくりゆっくり早い。次が早い。この次も早いけど、思ってるよりは遅い。今、あっくっそ、もっと遅いか。まだ可能性あるかな、どうかな。諦めんといこう。この次早いよ。あ、遅いのはほぼいけてるけどな。まだいけるか。よしよし、いけるよ、いける。ああ、いや、この最後、よいしょ、くっそくっそ、次やな、次や。オッケー、ほら聞こえた今の声、考えてもしゃあないやろがっていう、その辺のほっかむりの声。これで決めるわ。よいしょ、よいしょ、よいしょ、大砲斬りの上級は大体覚えた。おら、ああくそ、来た、弾を撃つ、次大丈夫。
マジか。クス玉を逃してるわ。打率高いけど焦ってきてる。いける。これはどうでもいいね。この最後の弾、おらー、くっそーくっそー、最後最後よ。あーもう金塊たまるわ。今回クス玉全逃しちゃったんちゃう。ああ行くぞ。いやでももう大概見切ったよ、クス玉以外。クス玉が大事なんやっちゅうの。ユウサ、オッケー。ユウサ、よし。はい、で早いの2回。この早いやつはもうミンでいいからな。オッケー、勝ち確。あとは鼻ほじりながらでも勝てるわ。ほら、よし。あ、やばい。いや、まだ大丈夫。これ切って、最後これ。あ、ちゃう、まだや。結局、クス玉次第や。いや、ええね、これはどうでもええ。クス玉次第。溜めて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 、ここよし。打率はいまいちやったけど、今度はクス玉やったな。ああ、よかった。汗かくわ。素晴らしい。よしよしよし。変わらんのかい。うん。あー、よし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 、10行こう。行くぞ。はいはい、いける。あ、燃えてる。よかった。いけるいける。まあまあ中級程度では。素晴らしい。上級よ上級。照準が動くのを意識するべきかどうかで悩むな。無視した方が良さそう。発射するテンポとこっちがボタンを押すテンポは一緒で良さそう。さあ来い上級。一発クリアとかあるんちゃう。よし、あ、しまった。
何？お早く。遅い球はちょっと見た目やな。はい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 。あー、くそ。いけんことはなさそう。成功な歯車、これはいけるね。ふう、このあと最上級が出てくるんやろ。最上級はやばいな。よし、これに関してはもう見た目。ああ、ああ、くそ、くす玉が壊せ。標準の動きは、あは、くそ。まだ可能性あるかな。あは、くそ。ちょっと足らん。面白い難易度やな。面白い難易度やな。あ、間違えた。俺のための、俺に合わせて作ってるな。すんません、なんか僕みたいなもののために。よし、よし、よし。あは、ダメ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 。クス玉よ、クスちゃんよ、クスちゃん。はい、幸先、はい、幸先。大事。ここは問題ない。あ、くす玉割らんとな。玉が割れてない。あかんわ。あ、もうあかん。メンタルがやられる。ガタガタなってる。お、しかしギリギリ、よっしゃ。ああ、よかった。ぴったりじゃない。はあ。素晴らしい。お前のさじ加減やね。私の発明が正しければ、君は刀や銃を持っていれば、大砲が相手でも負けない体を手に入れた。
ああ、なるほどな。そういうことになるのかな。他の誰もが挑戦しては散っていったからね。何？過酷な弾を導入。ん？あれ何？何あれ？鳩かあれ？あれ鳩か。鳩玉と鳳凰玉。なんで事前にちゃんと説明してくれへんの？見事耐えられればいいものをあげるから。ちょっと待てよ。単銃の方がまだ楽やから。単銃の方先行こう。鳩玉と鳳凰玉ってどんな玉や。行くぞ。何何何で、どういうことどういうこと。うんこ落としてくるとか。何？何？あ、あれが鳳凰玉か。いや、大砲の弾の役割を見失ってるよね。軌道を緩やかにしてどないすんの。ツバメ玉とかにせえや、それは。カラクリ細工。まあまあまあ、いけそういけそう。よっしゃ、クス玉ゲット。よいしょ。あのおっさん撃ったら早いのにな。はい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 、大丈夫、クス玉さえ逃さんかったら。おっしゃ、こっちは楽やねん、こっちは。素晴らしい。よし。ああ。問題はこっちですよ、一等。バーンって切った時、断面よく見たらもう鳩の内臓とか見えて、すごい鬱な気分になる。なんじゃこれ。うわ、いやもうないやね。くそくそが。いや、もういつ来んねん。一回止まったんやけど、空中で。しかも遅いし。あ、でも10発だけなんや。いや、これはあるんじゃない？なんでなんだ？はぁ、あ。
覚えればってことやな。10球だけでいいんやろ。9って言ってええんかどうかようわからんけど。いやいや、これはいけるわ。うん、1、2集めはフラフラしてます。3発目はちょっと早い。4発目はぐるんぐるんでくる、ぐるんぐるんでくる。で次はぐるんぐるんぐるんでくるね。ほら、一回止まるやつは止まるけど意外とゆっくり、うん、おいしい。覚えていけばいい、覚えていけばいい。あの1回目のプレイで結構見てんねん、おっちゃんは。後玉の方は大体覚えた。3回目早い。よしよしよし。目標点数もちゃんと考えてやるかな。大体やから、全部覚えたとは言ってないから。これが次は結構早い。よし。はい、はい、次が一回り多い。ぐるんぐるんぐるんで、はあー分かってんのに。次が止まるやつかな、違う、あーくそ、ジグザグが多いやつや。でこっから止まるやつや。意外とゆっくり。でこれも意外とゆっくり。いけるいける。いけるいける。プラチナの角持った。しんべえよ。お前のせいで全くストーリーが進まへんやないか。はい、はい、ジグザグが多い。はい、あっしゃ、何のための砲弾や。ふう、素晴らしい。あれあれ、あ、そんな感じなんそんな感じなんや。ああ、まあやればやるほど素材がもらえるからってことか。最終的にこうなんか技とか覚えられるかと思ったのにまあ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 、おもろかったな。さあ、じゃあやっていこうかな。うん、なんや、
長っ。お前に明日はあらへんで。目障り。なんやねん、もう。なんやねん、もう。来んなよ。お母ちゃん、これやっぱダメな子や。あ、鳩玉の元がいっぱいある。うん？あ、目的地ここでええんか。でもその前に極楽が気になってたよ。いらっしゃい。酒。え？猿酒。美人酒。蒸し焼き。うわぁ。下手に闇鍋。闇鍋とじゃあ、何かの煮込み。でもそれを美人の酒でごまかすという、こういう感じで。うまいな。おい、よかったね。ああ、気に。店や、店やった。あ、お前ら。伊蔵ずっと立ってたあそこに。逃げるのか。おい、どこのお前。俺の前を素通りで行けると思ったんや。もう、素通りできてたやん。素通りできてたやん。もう、よいしょ、やり離せばいい。いや、ここまでとは。ムクロガイはやっぱ貧しいからかな。中身入ってる、あ、武器屋がある。中身入ってる壺が全然置いてないな。うわ、何これ。うわあ、怖い。集え、つわもの。